小春はうやうやしくその化け物に石を捧げました。小春さんやめとけって。あ、化け物はハサミで石を拾い上げる。そして下の力加減が絶妙だな。石を潰さないとはな。カッて持ったハサミの先でカッて持って羽が揺れます。あの持ち方だったら俺も奪い返すのが簡単そうだ。羽の動きにシンクロするように小春が喋ります。邪魔をするな、この石を探していた。ああ、そんな石くれてある。ただ小春さんは返してくれ。邪魔をするならこの娘を。いやだから邪魔しないから小春さんだけ置いて帰ってもらったら全然おとなしく帰っても、この娘を殺す。なんでとわお、顔のない化け物は確かに笑った。この世ならざる邪悪な意味で。顔もねえくせにこのまま帰ったら男が去る。それに後味が悪すぎると言いながら女性物の上着を着たサンタマリア来たのはですね、南に顔向けもできねえ。小梅さんにも告白できないよ、こんなんじゃ。よし、小梅さんに告白するの。小梅さん、小梅さんだよね、俺のこと嫌いなの。嫌いなの。そう、小梅さんだよ。あーっと、すっかり小梅さんだ。そういうやつのが面白いだろだ。そんなことを、死亡フラグをビンビンに立てながらですねさあ俺この戦いが終わったらここで小梅さんに告白するんだ。いかなる行動を取るかです。あ、一応こちらでも選択肢をいくつか、あ、何ができるか用意しておりますが、うん、今この雪山の中、うん、もう森の中ですね。しかもよし、あ、ここは木がたくさんあるな。よし、サバイバルの技能を使って木登りしてからあいつより上に立つその後何すんの。あいつより上に立ってからジャンピング頭突きでもしようかな実力越して倒しに行く、うん、じゃあまず登ろう。石頭だと俺は、サバイバル50です。いきますね。サバイバル12。あ、登れました。サバイバル術で一番ふさわしい木を見分けて、ね、これが三角飛びだ。ガン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 登ってじゃあ、 あの化け物もちょっと戸惑ってますね何してんねんってなんでやねんって初めての人間のパターンにちょっと困惑してますこんなデータを収集してます。こんなやつがいるんだあんなやつもいるのか。じゃあさらにその木の上から跳躍で飛び、石頭 であの化け物は、はい、なんかあるんですよ。あのハサミを振り上げて今にも小春に振り下ろしそうです。まずい、まずいでしょ。すぐにでもあの跳躍で上に使うエネルギーを木からこう斜め下に使い跳躍のエネルギーをね、エネルギーを斜め下に使いやつの、ハサミですか。ハサミ、ハサミをぶち壊してみようか。ハサミは硬すぎると思います。そんなに。じゃあ羽を壊そう。頭部でいいと思います僕は。あ、じゃあ君がそう言うならやはり、あの頭部がね一番柔らかそうなんです。あ、なんかコテージの方から南の声が聞こえる、はい、頭が柔らかそうだぞあ、なんか雪山にこだまして聞こえるわ。あ、OK よしということで、頭突きに成功すれば、跳躍と頭突き2つ成功しなくてもいいですか。別に跳躍以下で、しかも頭突き以下ならいいですよ。あ、どっちも70ですね。あ、じゃあ跳躍頭突きで頼む。ヒューウォなんと水晶剣63ハウォッシュバッシュバッシュバッシュ頭ドーンこれで、化け物がいかなるダメージを受けたのか、ダイスを、はい、見ましょう。 1D4 これ 2D4 にしましょう。2回振って OK、はい、えい3、えい4 7。敵はですね、その化け物は、はい、頭部をへこませて、へこへこってなってざま見さらせ、はい、そのまま意識をこう朦朧とさせているのではないかと、まあ分かんないですけどね、化け物の意識なんていうのはヨタヨタとしてるのかもしれないですね、はい、なっているところでですね、まあ、ダメージ的にはまあ通り切ったとは思えないんですが、うん、化け物が音を立てます。メキ、振動による音を、恐ろしく周波数の高い音なんでしょう、うん、震わせて大気が震えていく、どんどん震えていく。こんなの雪山でそんな音出すなバカ。この状況で何が起こるのか。ないかあなたは気づいてしまいましたね。リアルイントで気づいてしまった。まずい。そうです、早く遠くからは山の上の方から音が聞こえます。まずい、高いところに登るかなんかしないとまずいぞ。どうしますか。えっと小春は意識を失いましたね。あの化け物が頭めこーってなった途端、うん、気絶したようです。あ、じゃあ洗脳は解けたような感じなんですね。かもしれないですね。石と小春さんを持って、はい、とりあえず一番高い、木に登る、はい、じゃあサバイバル術で先ほど一番高い木は見つけていたことにしましょう、はい、このままそれを無事登れたか、登れるかどうか急がないといけないですか。早く何で登りますか。早く、え、登攀、あ、登攀、登攀では跳躍では
あ、でも当伴、どっちも同じか。どっちも70だ。当伴で登ろう。跳躍当伴で。じゃあ跳躍当伴で。た超うめえやー 80! あ、いや、20! やったー 28 です。28! トーベリアということで最後まで。これ飛んだってことでいいの？それとも、はい、手でこう突っかかりを見つけてピョンってやってるのか、はい、それともジャンプ力だけでそっちにいたのか。小春を小脇に抱えながら、リミット外れてますか？体力を半分にしながら やりました。ピョン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 。あ、そうですね。未来少年コナンばりに。やった。爪を伸ばしといてよかった。これが山岳救助タイヤ。お、本当に俺はまさしく今、まさしく一番の仕事をしてる、はい、この職業について。そして足元が雪崩で巻き込まれていきます。そうそう、あ、カニが飲まれてるわ。カニも飲まれたでしょ、おそらく。はい、あ、コテージは大丈夫か。コテージまで行くのかな。しばらくして、うん、おーいという声が、お、コテージの方角から聞こえてきました。この声は雪崩も収まったんでしょう。南、いつの間にか朝になっておりました。南、おーい、まあ、ここだ。小春まだ気絶してます、はい。朝になって雪の照り返しで周りが明るくなったのを感じます。南、無事だったか。ああ、おーい、なんとか来たろ。お、見てくれこの小春さんを。綺麗な顔してるだろ。まさか寝てるんだぞ。やめろよ。え、なんだよねー。ほうほうほう。おーい、来たろ。今日はいいクリスマスになりそうか。ああ。こんな時あれだな。いいクリスマスだ。ベリーメリークリスマス。ベリーメリークリスマス。ところでこの石どうする？といったところで今回のシナリオベリーメリークリスマス終了です。お疲れ様でした。ありがとうございました。生きて帰った。